はい、ハイデアキチャンネルに来てくれてありがとう。今日はですね、2018年の10月10日ということで、仮想通貨の、まあ、素人ですね。まだビットコイン初めて買ってから1年しか経ってないので、まあ、素人ということですね。で、ハイデアキチャンネルに来てくれてありがとう。それで今日はですね、まあ、関係ない話ですけど、自分がですね、あと96日で、この70歳になるということで、もうほとんど棺桶に体が入って、あと、釘を打つだけというような、この年ですね。でですね、今日も、コンサルタント、ユーチューバーであるこの中野裕二先生の、YouTube の短縮版をお話ししたいと思います。もうこの中野さんの YouTube の3回分ぐらいをまとめて一つにしてあるんですけど、まあそういうことでぐっと縮めてあるということですね。で、10月の8日月曜日に、この中野裕二さんのこの、ライブという、ライブの YouTube、まあ、始まりまして、まあ仮想通貨がまあ全体的にこの日はまあ上がっているということで、まあ全体に上がっているっていうことですね。で、時価総額というのが仮想通貨にどれだけ、円とかドルとかユーロが入っていくかっていうことですけど、24兆円仮想通貨に入ってきているということですね。これね、去年の12月頃は最高でね、90兆円ぐらいあったんですね。それがまあ減ってるから、まあ全体に下がってるということですね。で、まあ、上がりもせず、下がりもせずということで、こう、主にビットコインのことですね。嵐の前の静けさ、じゃないかというようなことも中野裕二さん入っております。それからですね、アメリカの ETC だと思ったら、違う、ETF っていう、この、なんかよくわかりませんけど、これ認められるとすごいお金が、この、今ね、時価総額が24兆円のところに、100兆円ぐらいのお金が入ってくると、この認められるとね、で、申請書が出て認めるかどうかということをやってるんですけど、資料再提出しなさいという命令が出たということで、中野裕二さんの解説ですと、まあこれは前向きで、まあいずれは認められるんじゃないかと。で、認められると、この24兆円のところに、100兆円とかいうお金が入ってくるというようなことを言っております。だから値上がるということですね。で、それから、コンサルタント YouTuber ですけども、コンサルタントでパソコンのことでもやるんで、そのパソコンを遠くから操作して、やるっていう方法があるんですけど、それをやるかやらないか今迷ってるということを言っておりました。まあ、これは非常に便利な、仕組みでして、まあ、こちらでパソコンを操作して、まあ、外国だろうがどうだろうが、その相手のパソコンを動かすという仕組みですからいいんですけど、まあ自分としては、この、ライブ YouTube の時に、まあ自分は反対ですよと。これちょっと、やっぱ危ない。危ないというか、いろいろ問題が起こるよ、ような気がするって、まあ素人考えですけどね。こういうことを言っておきました。それから、ノアコインですね。このノアコインのね、このノアコインやってるね、ある人が、まあ、自分は嫌いでね、なんか詐欺師みたいな風貌だもんだから嫌いなんだけど、まあ、これがいいと、この中野先生が言うんですね。いつも、ノアコインがいいと。まあ、好きとか嫌いは関係なくいいよってこと言ってるんです。そういうこと言ってるんですけど、まあ、8日は0.257円。まあ、ノアコイン1つがこの値段ですね。それから10日になったら、0.327円に値上がったと。これ、だいぶね、これね、これがすごい値上がりだ言うんだわ。大したことないように見えるんだけど、ものすごい値上がりで。
ここで100万円買っとったらこの時は何いくらになってるかっていうような話をしておりました。で、10月13日に、大きなイベントがあるんで、その時までにこの値段が1円に行くんじゃないだろうかってことを言ってましたね。まあ自分も1円ぐらい行くんじゃないかなと思うんですけど、それからこの中野裕二さんは、まあ前から自分はね太りすぎだって言ってるんですけどね、太りすぎだと、顔パンパンでお腹パンパンだと、でなんか腹具合が悪いとかね、喉になんか詰まったとか言ってましたけど、また当たり前の話で、まあこれだけ太ればね、これはまあどっかいろいろ不都合が出てくるということですね。でまあ自分としてはね、この中野裕二先生ね、これ47歳ですけど、まだ若いですけど、遠からずね、脳梗塞か脳卒中、もうコースね、このコースだろうと、自分が言ってるんですよ。これ言われた方がもう面白くないんだけど、まあ多分自分はこうだもんで、だからね、この中野裕二さんね、娘が一人いるっていうんですよ。見たことないですけど。で、娘の結婚式には、これね、娘のこんな風ではね、こんな風では、娘の結婚式は、まあこれ。だからもう今から、なんとかした方がいいよってことを、まあ自分は言ってるわけですね。まあ自分もだから最近気がついたみたいな、ね。それから、ビットコインですけど、まあとにかく、今が買い時だと。まあそれはなぜかっていうと、さっきの、アメリカの ETF ですね。これが認められたら、もうすごく一気に上がるから、今は買う人はね、今買っといた方がいいよということを言ってる。ETF がどうせ承認されるからね。だからまあ、ビットコイン買うなら今ですよってことを言ってるわけね。まあずっと前から言ってるんですけど。で、儲けるには上昇率だと。こう金額じゃないと、今ビットコインが75万だとするんでしょ。で、それが90万に上がるってこれ大したことないわけなんです。上昇率からするとね。75万が90万だから大したことない。だけど、このネムとかそういうのが12円から24円になったら、これ倍になるでしょ。だからこれで言うと75万の倍だから150万になったと同じ意味があるということで、この儲けるにはこの倍率を考えないかと。上がった金額じゃないんだってことをね、いつも言ってますけどね。まあそういうことを強調しております。それからですね、ノアコインは、マライア・キャリーさんっていうこの歌手ですね。アメリカの有名な歌手ですけど、10月13日土曜日に来て、埼玉のスーパーアリーナで歌を歌うんですけど、まあそれまでは上場を続けるだろうということですね。だからまあ今日の時点で、まあ、買ってもいいよみたいな話をしておりましたね。で、その、年末に大手の参入で大きなお金が入ってくるけれども、上位の10コインぐらいだと、全体的に買われるわけじゃなくて、まあ時価総額の上の方10個ぐらいが買われるということを考えた方がいいよと。で、まあとにかくどうせ上がるということで、この上の方10個じゃないかということを中野裕二さんは、まあ言って、わけですね。それからですね、中野裕二さんに質問があって、今100万円何かを買うなら何を買いますかねっていう質問があったの答えとして、まあ今はとにかくノアだと、まあその他に買うとしたらトロンだとリップルとこういうものを買うと、他にもいくつかあったんですけどね、まあこれちょっと忘れちゃった。まあ、この3つは覚えてるんですけど、まあ、とにかくこういうのを買うと。まあ、今日でいや、もうこれだ、ノアだ、ということを言ってましたね。それから、中野裕二先生は、このいろんな YouTube の中でね、とにかく今買えと。今買った方がいいよって言ったら、今な、明日ではダメだ、ということを言ってるんですよね。もう明日になると値上がっちゃうから、わからないから、買えって言った時に買わなダメなんだ。いつも言ってますね。これ今日だけじゃなくて、いつも言ってます。で、10月13日土曜日には、マライア・キャリー
の大歌手がこうスーパー、埼玉スーパーアリーナで歌うんですけど、このノアですね、ノアが呼んであるんですけどね、もうこんなね、まあ、さっき言ったね、0. 何円なんていうコインをやってる財団が、このね、なんか何億も出して呼んで、この大きなイベントをやるわけでしょ。こんなの他に例がないらしいんですよ。まあ、じゃあ、そう、ネムがやったからね、それからリスクがやったんだ、トロンがじゃあやるのか。と言ったらやってないわけなんですね。どうもやってないらしいんです。まあ、だから前代未聞っていうか、まあ、だから非常にノア財団はやる気があるんだっていうことをね、言ってるんですよね。だから、やってる人が好きだとか気に入るとか気に入らんの話ではないということでね。で、こういうことをやるっていうのはね、素人じゃ考えつかないらしいんですよ。だから世界的に、この名の通った有名なコンサルティング会社が、つきっきりで、このし、やってるんじゃないかということを、中野裕二先生は言っておりますね。で、それから中野裕二さんは、裕二先生は、住所とか名前とか電話番号とかいろいろ公表してるもんだから、いろいろ送ってくるっていうんですよ、皆さんが。全国から。日本のあちこちの人が。でも、とにかく送らないでくれと、ものを。で、送るなら手紙が一番嬉しいと言ってね、いろいろ送ってこないでほしいということを、いつも言ってますけどね。今日だけじゃない。いつも言ってます。まあ、それから、10月9日の YouTube のライブでは、124人が、まあ、見てましたね。自分が見たときはもっと増えたかもしれませんけども、このぐらいがいつもライブ放送で、まあ、聞いてるっていうことですね。で、仮想通貨には9種類の儲け方があるって言ってましたね。これいろいろ言ってたんですけど、ちょっと忘れちゃってね、まあ、相場で儲ける、ICO で儲ける、アービトラージで儲ける、マイニングで儲ける。で、その他、これ、1、2、3、4ですから、あと5つ何かあるんですけど、なんか、総通貨で儲けるには9種類あるっていうこと言ってましたね。YouTube で、仮想系 YouTube、YouTuber やって儲けるのがここに入ってることがちょっとわかりませんけど、まあ、9種類あるって言ってましたね。それからですね、バイナンスって、これは中国系の仮想通貨の取引所ですけど、コインが4種類、上場、これね、乗馬だと思ったら違う、上場だっていうですね、これ廃止になった。これ廃止になると、このものすごい値下がりするんですよ、この、仮想通貨が。まあ、4種類、乗馬廃止になっちゃった。ちょっと何と何って言ってましたけど、忘れました。それから、中野裕二先生はいつもね、垂直投資法をやらないかんのやと。5万円が3ヶ月間で、草コイン5種類を使って1億円にする。3ヶ月で5万円を1億円にする。これをね、中野の仮想通貨研究会とかなんとかってあるんですけど、そこ、まあ自分はね、中野組って言ってるんですけど、中野組のみんなで、それ、今これ何かえみたいな感じで、ノア買えとか言ってね、それからしばらく行ったら、もうノア売って、ネム買えみたいな。で、しばらく行って、ネム売って、リスク買えみたいな感じで、こう、5種類を渡っていきながら、この3ヶ月で1億円にしようというような、この年末に向けてそういうことやろうって言ってるんですけども、まあ、ね、自分もちょっとこれ、今年参加してやろうと思っております。やってみようと思ってるんですけど、うまいこといくかどうかわかりませんけど。それから、アメリカ、のこのドルですね。アメリカドルと日本の円とどんな感じですかって質問に対して、まあ今からは円高になると思うということでしたね。で、アメリカは利上げしてると、これね、1年に何回かやるんで、もう計画があるんですけど、これ結局上げるっていうことはドルを買う人がいないんだ。だから上げるんだっていうようなことを言って、もうとにかくアメリカがもう倒産の方向に向かってんじゃないかっていうことを言ってましたけどね。今日のニュースでしたかね、トランプ大統領が
もうそう利上げするなっていうふうに言ったとかいうことがちょっとニュースで出てましたけど、まあとにかくアメリカも大変な状態だということですね。それから10月13日土曜日、さっきから言っております埼玉のスーパーアリーナの、マライア・ケリーさんのキャリーさん の, あの話のあるノア の, あのイベントですけどね、まあ、どっかで待ち合わせて一緒に行こうぜみたいな感じで言ってましたけど、まあ自分はね、あのチケットはありますけど、今ちょっと行けれないから、どっかね、待ち合わせて行こうかみたいな話してましたね。それから、ノアが400円に上がったら、みんな億万長者だ、長者だと言ってましたね。まあ確かにその、自分は100じゃなくて、1万3000円ぐらい分買って、6万コイン買ってありますね。だから400円だったらいくらになるかな。6万×400円ということで、1万2、3000円買ったんですけどね。ここに書いてある、1万2000円ぐらい買ったと。0.19 円ぐらいの時、これちょっとはっきりわからないんですが、このぐらいの時に買ったということですね。まあ、付き合いで買ったみたいな感じですけど、まあ、どうなるかわかりませんけど。それからノアコインが400円になると、この根拠はあの年末に300兆円この入ってくると予想しているということを言ってましたね、この中野先生は。だからこのだけど入ってくるんだけど、そのあの300兆円はこの10種類ぐらいを買われるだろうと、あの時価総額の上位10種類ですね。だからその割ると300兆円を10で割ると30兆円になるから、まあ1個ど30兆円入ってくるということで、あの400円になるんじゃないかっていう計算しておりましたけどね。上場しているコインは2047あるという、この今日の時点、昨日の時点ですかね。これ全然日に日に増えて、1日にどうだろう、2つ3つ増えてると思いますけどね。まあそういうこと。それから、中野先生はね、メイソン会議に出たって言ってます。これ、メイソンってね、フリーメイソンのことか、ちょっとわかりませんけど、メイソン会議に出たって言ってましたけどね。で、自分が質問でですね、会員になれないかって、自分も会員になれない、なりたいけどっていうことを言いましたら、会員にはなれない。いうことを言ってましたね。それから会費はないとかね。で、会議で何が話されたか、まあまあ公表できない、話せれないということを言ってましたね。そういうことだそうです。これなんかね、あんまりこの話したくないみたいな感じでしたね。で、その中野雄二先生はですね、このノア財団がビートホールディングスというこの東証2部上場企業を買収するということでいろいろ動いてるんですけど、で、これがまあ憶測を呼んでるわけなんですけど、で、一旦ですね、このビート株を全部手放したとかね、それから10月5日にこのビートホールディングスの株主、臨時株主総会があって、ここでその買収が否決されたとかね、こう一連のことがあるわけなんですね。で、この解説をね、してたんですよ。まあ、こうやって、これはこうだと、これはこうだと、これはこうだと、こういう意味があるんだ、みたいな感じで、その言ってましたけど、すごくね、難しいらしいんですよね。企業を買収するっていうのはね。で、このビートホールディングスのこの会社ね、ビート、この部分をノアに変えろとかね、ノアホールディングスにしろみたいな感じで言ったとか言わんとかいう話があったんですけど、これね、仮想通貨の、YouTuber のいろんな話をね、もう5人ぐらい聞いたけどね、中野先生の、この解説ですね、この解説。このビートホールディングスの買収に関わる話で、この中野先生のこの解説がね、まあ、ピカイチですね。まあ自分がそう思いました。まあいろいろこれはこうで、これはこういう意味、これはこういう意味があって、これはこういうふうで、こういうふうな流れなんだ。で、この先はこういうふうな、
形で進んでいくだろうっていうようなことをね、この長野裕二先生言ってるんですけど、それはね、ピカイチで他のね、仮想通貨の、YouTuber の人の話を聞いてもね、なんかね、ずれてることを言ってるんですよ。まあ確かにそのこういうことがあったっていうことを言ってるわけですけど、これはこういう意味があるとかね、この先はこうなるんだなっていうことはね、この中野裕二先生が、まあ、ピカイチだというふうに自分は思いました。今回。で、まあ、自分としてはこのトマホーク型って言ってね、このミサイルでね、ノア財団はこれをビートホールディングスを買収するためにトマホークのようにこう攻めていってるというふうに、まあ自分は思いましたね。とにかく解説はピカイチ。まあ、さすがですね。僕はそう思いました。まあそういうことで今日はですね、ハイギヤキチャンネルに来てくれてありがとう。まあいつものように中野裕二先生の短縮版、YouTube の短縮版をやりました。まあ、中野裕二先生の YouTube はものすごい長いんですよ。なんせ2時間とかね、1時間半なんてザラ。だから日本のそのサラリーマンは、まあ、あんまり聞いてられないと思いますね。だからまあ自分としてはこの解説版を勝手に作ってね、許可得とるわけじゃないですよ。勝手に作ってるんです。で、まあ全世界に、まあ、せっかくね、ちょっと自分はね、有能な人だと思うんですよ。ちょっと太りすぎていかんですけどね。だから、1ヶ月のうち10日ぐらい、断食に行った方がいいんじゃないかってことを言ってるんですけど、まあそういうことで今日はですね、ハイギヤキチャンネルに来てくれてありがとう。